皆さんこんにちは。今日は体の使い方2っていうことで、前に出したこういうね、体の回し方、どこが回るのかっていうこと、こんな動画やってましたけれども、今日は上半身ではなくて下半身、下半身といっても靴の中です。靴の中、足の指とか足の甲とか、こういったところの話をしていきたいなと思います。足の指って実はものすごく大切なんですね。体の衝撃、ドンドン、こういう衝撃を吸収してくれる役割を果たしたり、蹴る力とかの発信点になっていたり、とにかく足の指っていうのはものすごく重要なんです。結構見落としがちなポイントではあるんですね。まあ人にはよりますけど、足の指ってどこまでが指なのか、手でも同じなんですけれども、親指の付け根、ここはもう指だと思ってない人がたくさんいると思うんですけど、関節を数えてくださいね。1、2、3、こっち1、2、3、親指以外は第三関節まで指ですよね。親指だけ3個目のこの関節が手のひらと合体してます。これ足でも同じなんですよ。足の親指の第三関節は母子球のところにあると思ってください。母子球って指の付け根のボコって出たところを母子球って言うんですけれど、あのあたりがちょっと動きますんで、数をこう数えてもらうと大体分かってくるかなとは思います。足の指が何が大事なのかっていうと、多くの人が足の指結構伸ばしてるんですね。でも卓球の場合って、足の指をしっかりと床につけて機敏に動いたり、力の出どころの一番最初の部分、そういう役割を果たすポイントでもあります。体って重たいので、それを支えるっていうのを足先でやらなければいけないってなると、かなり負担が大きいんです。負担が大きいので、それぞれの関節をしっかりと柔らかく使えなかったら、体のどっか故障してしまいやすいんですね。ですけど指をしっかり使ってあげると、関節が動くところには筋肉が絶対ありますので、筋肉がしっかり使われます。筋疲労、筋肉の疲労が起きるんで、とても疲れます。疲れるんですが、筋肉は鍛えられます。ですが関節を筋肉と一緒にうまく使って体を使うことができなかったら、骨にドン衝撃がかかって骨が壊れる、関節が壊れる。もちろん関節も骨ですよね。筋肉は疲労して壊れたら修復が早いので、あまり問題は起きません。ひどく損傷すると大変ですけれども、骨が壊れてしまうと筋肉が壊れるどころの話ではなくて、本当に長い期間休んで治さなければいけないし、場合によっては治らないっていうことも起こりえます。ですので足の指はすごく重要なんですね。さあ今からね、私が得意の絵を描いていきたいなと思いますので、よくわからなかったらごめんなさいね。さあこれは何でしょう。足です。これくるぶしですね。これが足の爪になります。私の足の指は常にこんなに尖ってませんけど、曲がっています。ちょっと大げさに曲げて書いてますけれども、常にちょっと指が曲がっている状態です。ここが母子球って呼ばれるところですね。ここに1つ目の関節があって、この辺に2つ目の関節ですね。この辺が地面から浮いているんですね。ここの地面との隙間、これが必要なんですが、多くの人が指ギュッと伸ばしてしまうんですね。指をギュッと伸ばしてしまうと、足の指、まずここの2つの関節が使えていません。ここが使えていないと、ボン、ここに母子球のところに強い衝撃を受けてしまいます。これをやってしまうと、
足首、膝、股関節、こういったところに負担が来るんです。ここが使えているととてもふくらはぎが疲れます。ふくらはぎの筋肉が発達します。でもふくらはぎの筋肉が発達するっていうことは 前側重心になりやすいので、卓球においてもどのスポーツにおいてもスポーツによ よりますけれど、前側重心を必要としたスポーツにおいてはかなり有利になってきます。こんな風に曲げてくださいねとか人に言ってもなかなか続けてやることは難しいみたいなんですが、私は日常生活からずっと曲げているんで、日常生活からずっとトレーニングだと思っているんで、足の指は絶対に伸びません。伸ばすことはできますけど、伸ばそうという気にはまずならないですね。今こう立っている時でも曲げています。実はこの足の甲にはあんまり知られていないところに関節が一つあるんですね。この辺りです。本当に関節の可動域ちょっとだけしか動かない関節があるんですね、まあ、リスフラン関節って言うんですけれど、もちろんこの足首のところにはあります。ショパールかなんかですね。ここリスフラン関節って呼ばれる本当にちょっとしか動かないような関節、これも長い骨がねこんなところにあったらかなり衝撃を受ける場所なので折れてしまう可能性があるんで、不死になって少し動くようになっているんだろうなと思います。ここのリスフラン関節っていうのがすごく重要なんですよ。足の指を曲げている場合と伸ばしている場合で全然変わってくるんですね。足の指が曲がっている図なので分かりづらいので絵を足しますね。じゃあこのここにある骨、間に関節がありますよっていう話なので、通常このように骨があるとしましょう。ちょっと分かりづらいので太くしておきます。これが通常です。足の指が曲がっている状態だと、ちょっと大げさに書きますよ、このようにハの字型に曲がります。足の指を伸ばしている状態だと、この青い線みたいにこっち側に関節がね曲がっている状態になります。でもこんなには曲がりません。本当にちょっとなんですが、上からの衝撃を受けるときに指が曲がっていることで赤い状態になっていれば、グッとグッ、衝撃を吸収する範囲が大きくなるんですね。ですが指を伸ばしている状態、これだとこうなってます。でこれ以上下には行きません。ですが衝撃は上からかかってきます。ですので折れてしまう可能性がありますが、まあ足自体そこまで曲がらないのでここでは支えられません。こっちかかとの方で体重を支える、こんなことが行われます。かかとの方で体重をガンと支えることが行われた場合、足首この辺りにも関節ね当然ありますよね。足首動くと思うんで足首の関節も使っていません。これが一つ、この今紹介したリスフラン関節、これが二つ目。足の指の親指だけちょっと場所違いますけれども第三関節、これが三つ目。第二関節、第一関節、五箇所の関節が使えていないんですね。足首あたり、かかとですね、かかとあたり、この辺とかその上の関節、次は膝、その上の股関節、こういったところに強い衝撃がかかってきます。骨にはダメージが蓄積する一方なんで、骨をどん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 いじめてしまうんですね。で治りにくい、回復しにくい。関節って何年で再生するか調べてもらったりしたら分かると思うんですけど、再生した頃には絶対生きてないよねっていうぐらいの年月がかかる場所とかもあるみたいなんで、ほぼほぼ治らないって言われてるような場所だと思います。
ここに関節があって大きな役割を果たしていないのにここが使えないような状態を足の指先伸ばすことでね、リスフラン関節っていうここの関節を使えないような状態を自分で作ってしまうと体への負担が半端ないんですね。ものすごいんですよ。体壊れてしまいます。卓球って意外とハードなんで、練習時間も結構長い競技なんで負担が体にめちゃめちゃきます。足先が使えてない状態っていうのは結局その上の膝とか股関節、こういったところもうまく動きません。うまく動かないというか、卓球で使いたい方向と反対にしか動かないので、ここが曲がっていないと多分競技力を上げるっていうのはあんまりうまく上がっていかないんじゃないのかなって私は思ってます。ここは私の試験でしかないので何とも言えないところではあるんですけれども、今日本の卓球かなりバックハンドが主流になっています。今の卓球速いからバックハンドいるよね、いやもちろんいるんですけれども、あまりこういうことがわからない状態で教えてしまったりすると結局わからないままバックハンドばっかり振ってるとかかとにばっかり重心かかってくるんで、いつどこでこういうことを学んでいくのかっていうことがね、わからないまま育っていきます。知らないまま育っていきます。ある時からあまり伸びなくなったなとかっていうことをたくさん日本国内では起こっているような気がしています。はっきりと証明できるものは何もないので私の試験です。ここがとても私の気になるところです。で、これをやると何が起きるのかっていうのが私の最大の懸念の部分なんですが、もちろん体の部分が大切なので体が壊れないようにしてほしいんですけれども、足先が伸びています。かかとに体重がかかります。これによってグリップがバックハンドグリップになります。稀に違う人はいますけれども、それはちょっと角度が合わないのでもっとうまくいかないと思います。ですけれどこの指一つでグリップ変わるんです。それはなぜか、後ろにグッと体重がかかっているとこういう体勢になるので、前でさばくのがとっても難しくなります。前でさばこうとしたら体後ろにグッと下がってしまうので体の重心がちょっと後ろになる。バックハンドグリップが強くなってきて力が入ってきてフォアハンドうまくできませんみたいなことが起きていきます。この部分に関してはね、他の動画でかなり説明しているので深くは説明しませんけれども、足先をしっかりと使ってあげるっていうことがとても重要です。じゃあどうやって足先を使っていけばいいのか、まずは曲げる練習をしてください。グーパーグーパー。あとこれが足だとして手の指を間に入れてほぐしてあげるとかね。こういったことをやってあげるだけでかなり自由が効くようになります。グニ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 やってあげるとここリスフラン関節っていうのもグニグニ動くんで、両手でね足の甲を揉んであげてもいいとは思います。こういうことをやっていると動いてくるので、あと自分で使っていかなければいけません。歩く時とか立っている時にちょっと曲げた状態で立っている、そうするとこの辺疲れてきます。この辺も疲れますし、この上のふくらはぎすごく疲れます。これを日常からやっていただくことでかなり体は機能的に動くようになります。しんどいのは最初の数日だけなので、その数日を乗り越えてもらえれば多分ねパッと開けてくるんじゃないかなと思います。何がか分かりませんけど、これめちゃくちゃ大事なところなんですけれど、卓球云々の話ではなくて人間の体の構造の部分なので、やらないと早く腰が曲がってきたりとかね、痛いところが増えてきたりっていう風にはなります。
こんな足の指一つで体変わるんで、ぜひ皆さん足の指曲げるところから動かす、あと体重支える、それで鍛えた足先使って蹴って卓球をしていただく。そうするともっともっとレベル上がってきますんで、まあ、ふくらはぎちょっとでかくなってしまいますけれども、ふくらはぎがでかくならないと、おそらく臀筋、お尻の筋肉もあんまり発達しないんだろうなっていうふうに私は思ってます。そこまでちょっと研究したわけではないんですけれども、多分体の連動っていうのはうまくいかない、力の伝わるっていう意味合いからするとうまく連動しないっていうのがなんとなく想像がつきますんで、ぜひ健康のためにも卓球のためにもこの部分ですね、足の指を曲げるっていう癖を日常からつけてください。私は日常からかかとをつかないという生活を何年やったんですかね、ちょっと覚えてないんですけど、現役の時はずっとやってました。それを母親がね教えてくれたんですけれども、人に見られて何やってんだって思われない程度に上げるっていうような結構器用な技を私は持ってます。ですので私あまり足がピーンと伸びた状態で立ってますっていうことはありません。膝自体もちょっと曲がってますし、常に足には余裕があるような状態なんですけども、それはこれが一番の大きな大きな要因になってるんじゃないかなと思います。本当に選手でこう強くなろうと思っているんであれば、これは必須の体の使い方、まあ、なかなかこんなおっさんが説明しているのを信用できるか分かりませんけれども、ここ曲げるとグリップ変わりますし、姿勢も変わりますし、健康で暮らせるかもしれませんが、足はちょっと太くなります。これだけは避けられません。どっちを取るかですよ。こんな感じでですね、体の使い方、私の知ってる範囲ではあるんですけれども、これは最重要項目って思っています。最重要項目なのに体の使い方2って言ってね紹介してるんです。ちょっとおかしな話になるかもしれません。耐久性のあるものを先にね紹介させてもらって、2回目っていう形で一番大事ですよ、強くなるには絶対必要なんですよ、怪我しないためにも必要なんですよっていうのを今回紹介させていただきました。役に立つかどうかは分かりませんけど、皆さんぜひ実行していただいて、あとねできればコメント、分かりましたやってみますとかね、あと高評価ね、上向きの方がいいですね、上向きの方を押していただけるとめちゃめちゃ嬉しいです。この辺は話半分に聞いておいていただいて、皆さんの卓球がねこうやってねぐんぐん上がっていくっていうのを期待してますんで、もしよかったらご意見ください。